1985年4月から1988年10月まで日曜深夜に放送された日本放送青春ファンタジア菊池桃子あなたと星の上でが36年の時を経て特別番組及びライブイベントで帰ってくる。日本放送は開局70周年そして菊池のデビュー40周年となる今年11月5日に特別番組青春ファンタジア菊池桃子あなたと星の上で2024として復活。午8時生放送でリスナーからのメッセージを紹介したり懐かしの楽曲などもオンエアしながら届けていく。